どうもウエストランド井口です。ウエストランド井口のサッカー動画、イグサか、始めていきたいと思います。えー、今回は、ちょっと久しぶりになりましたね。こちらです。えー、トト予想をやっていきたいと思います。えー、今回トトのですね、1148回という回ですね、えー。このトト予想をやっていきたいと思います。えー、トトのまあなんか 他の種類のはやってたんですけど、いつも僕が予想してるととはしばらく期間が空いてたので、えー、久しぶりの予想ということになります。えー、今週末の試合が対象となっておりますので、ちょっとギリギリになって申し訳ないんですが、えー、早速予想やっていきましょう。えー、例によって、まだ J リーグは始まってないので、対象となっているのは海外の試合でございます。えー、ドイツのブンデスリーガと、イングランドのプレ,プレミアリーグが対象となっております。はい、こちらの13試合でございます。 え、これを一試合ずつちょっと予想していきたいと思います。えー、まず一試合目。えー、最初はブンデスリーガですね。ドイツの方ですね。えー、ドイツの方もしばらくちょっとだけウィンターブレイクに入ってたんですが、今回からリーグ戦が再開ということになっております。えー、一試合目、ホッフェン、ホッフェンハイム対フランクフルト。え、ホッフェンハイムが7位で、えー、フランクフルトが13位という、えー、なんとも微妙なとこなんですが、 えー、フランクフルトの方はちょっと怪我人もいるということですし、アウェーなので、ここは、えー、ホッフェンハイム、ホッフェンハイムって言いづらいな、えー、ホームのホッフェンハイム、ホッフェンハイムの、えー、勝利を予想したいと思います。1番を丸しておきます。続きまして、デュッセルドルフ対ブレーメン。デュッセルドルフが16位、えー、ブレーメンが17位と、えー、ここも順位が近い対戦なので、何、えー、とも言えないんですけど、まあ、えー、ここは、 順位が近いということもありまして、えー、単純に考えて引き分けを予想したいと思います。えー、続きまして3試合目が、マインツ対フライブルク、えー。マインツが14位、フライブルクが8位ということになってまして、こういうところが難しいんですよね。あのー、まあ、基本的にホームの方が有利なんですが、アウェの方が順位が高いというような、えー、流れになってるんですが、ここも、そうですね。 じゃあ、ホームのリと、えー、今上位の方ということを合わせた結果ですね。引き分け0を予想したいと思います。えー、続きまして4試合目。アウクスブルク対ドルトムント。アウクスブルクが10位、ドルトムントが現在4位となっております。えー、ここはですね、えー、こうしましょうか。ドルトムント勝利を予想しておきます。ドルトムントはですね、今回冬の移籍史上でもいい選手を獲得しておりますので、えー、得点力も上がってると思いますので、 まあ現在4位ですけど、もうちょっと上位を狙っていきたいクラブであるので、トルトムントの勝利を予想しておきます。続きまして、5試合目はライプツィヒ対ウニオンベルリン。ライプツィヒが現在1位、ウニオンベルリンが11位と、えー、順位の差もありますし、えー、なんていうんですかね、順位の差もあるし、ホームの方が1位なので、これはまぁ、単純に考えて、ホームの勝利を予想しておきましょう。ちょっと1もね、しばらく出てないので、1をここで入れておきます。えー、続きまして、 ケルン対ボルフスブルク。ケルンが15位、ボルフスブルクが9位という、ここも難しいとこですね。まあ、ホームの勝利、あそうですね。はい、えー。ここも引き分けにしておきました。ちょっと引き分けが多いという感じもありますが、まあ、高額配当狙いというのもありますし、引き分けを予想しておきましょう。えー、ここまでが、 ドイツのブンデスリーガーの試合でしたね。えー、この7試合目以降は、えー、イングランドのプレミアリーグということになります。なので順位ちょっと上と被ってるかもしれませんけど、リーグが違うので、えー、そこら辺分かっておいてくださいね。えー、7試合目、マンチェスターシティ対クリスタルパレス。マンチェスターシティが現在2位、クリスタルパレスが9位と。まあ、ここは、あー、そうですよね。ここは手堅くいきましょう。はい。 え順当にマンチェスターシティ勝利を予想しておきます。ここのところずっと勝ってますしね。えー、ちなみに、こう、ばーっとあってですね、全試合が対象になってるわけではないので、えー、リバプールは入ってませんね、今回。えー、南野選手が移籍したことで、すごく注目されてるリバプールは対象の試合には入っておりません。現在1位を独走してるリバプールが入ってないので、ちょっと予想は難しくなってますね。えー、今週発売してるワールドサッカーダイジェストもリバプール特集だったんですけど、いつも行ってる本屋さんに行っても、なんかかなり、 もう売れてる感じありましたね。なんか少なくなってたな、もう発売直後に。まあ注目度は高いんですが、その、えー、リバプール入ってません、えー。続きまして、サウスハンプトン対ウルブス、ウォルバーハンプトンですね。ウォルバーハンプトンの略してウルブスと呼ばれてますので、えー、サウスハンプトンが1 2ウルブスが7位という、ここも、何とも言えない試合なんですが、えー、サウスハンプトンのここのところ6試合負けなしということなので、そういうことも含めて、 まあ順位的にはまだ下ですが、ホームということもあって、サウスサンプトンの勝利を予想しておきます。続きまして、ニューカッスル対チェルシー。ニューカッスルが13位、チェルシーが4位と。ここは難しいですけど、やっぱりチェルシーもね、ビッグシックスと呼ばれる、えー、クラブなので、上位争ってほしいので、えー、チェルシーの勝利を予想しておきます、えー。続きまして、ワトフォード対トッテナム。ワトフォードが17位、トッテナムが8位。ここは難しいんですよね。 ワトホードもなんか最近そこそこ調子いいみたいなんですが、取ってないもんね、調子が上がってきてるとこなので、えー、監督も変わってね、いい感じなので、まぁ、あ、ちょっと間を取って、引き分けにしておきました。えー、続きまして、アーセナル対シェフィールドユナイテッド。アーセナルが10位、シェフィールドユナイテッドが6位という、えー、ここも難しいとこですが、えー、はい。 アーセナルの勝利を予想しておきました。アーセナルも監督変わりましたので、ここからどんどん調子を上げていってくれるんじゃないでしょうか。ビッグシックスと呼ばれる、えー、プレミアリーグの中の名門クラブなんですが、現在順位に甘えてますが、ここから順位を上げてきてくれるでしょう。えー、続きまして、ブライトン対アストンビラ、えー。ブライトンが14位、アストンビラが18位となっておりますが、そうだなぁ、普通に行けば、うーん、ホームというとこですけど、 ちょっと深い意味ありませんが高額配当を狙いということもありゼロに引き分けにかけたいと思います、えー、そして最後13試合目がウェストハム対エバートンウェストハムが16位エバートンが11位となっておりましてここは、えー、アウェイエバートンの勝利を予想してみました、まあ、順位が上なのでねちょっと2も少ないかなということでなんとなく入れてみましたさあ、えー、ここからですね例によってダブル を使いたいいいと思いますいつも通り4つ使いましょうかねうーん難しいな全部微妙な試合結構ありますんで難しいけどよしこことうーん,ふ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 んそうだなこれ何とも言えないんですけどねそうだなこうしてうーん難しいなそうか いや、ここはなぁ。っていうとこではあるんだよなぁ。ぶつぶつ言ってしよう。すいませんね。えー、見ながら今ちょっと。いやぁ、あと一個ちょっとどうしようかないやまぁ、あ。そうだな、こうしよう。はい。決めました。えー、ダブルを含めた結果をですね、もう一回力おさらいしていきたいと思います。えー、まず1試合目。ホッフェンハイム対フランクルトンは。 ホームのホフェンハイム、勝利を予想しました。続いて2試合目、デュッセルドルフ対ブレーメンは、ここでダブルを使いました。デュッセルドルフ、勝利と引き分けを予想しております。3試合目、マインツ対フライブルクは引き分け。そして4試合目、アウクスブルク対ドルトムントはドルトムントの勝利。そしてライプツヒ対ウニオンベルリンはライプツヒの勝利。6試合目、ケルン対ボルフスブルク。 ここにダブルを使いました。引き分けと、ボルフスブルグ、アウェイの勝利を予想しておきました、えー。続いて、マンチェスターシティ対クリスタルパラスはマンチェスターシティ勝利。サウスハンプトン対ウルブスはサウスハンプトンの勝利。えー、ニューカッスル対チェルシーはチェルシーの勝利。そして10試合目、ワトホード対トッテナム。ここでダブルを使いました。えー、引き分けとトッテナムの勝利にしました。えー、続きまして、アーセナル対シェフィールドユナイテッド。ここもダブルを使いました。アーセナルの勝ちと引き分けを予想しております。 えー、そして12試合目ブライトン対アストンヴィランは引き分けウェストハム対エバートンはエバートンの勝利を予想しておきましたうんちょっと、えー、普通通何て言うんですかね、えー、定石ではないようなところもかけておりますが、まあ、高額配当を期待してちょっとこれでいきたいと思います、えー、ギリギリにはなってしまいましたが皆さんも参考にしてですね是非 トト挑戦ししててみてはいかかがでしょうかただ、えー、相変わらず海外のリーグでですね、難しい試合が続いておりますので、トトビックを買うのも一つの手かもしれません、えー。トトビックを買うことで億万長者のチャンスがありますので、そちらも買ってみてはいかがでしょうか。はい。最後まで見てくださってありがとうございました。また結果発表もやりたいと思いますので、楽しみにしておいてください。えー、チャンネル登録、高評価ボタンもよろしくお願いします。もしかしたらね、えー、時間に余裕があればですね、 海外のリーグ、えー、ダゾーンで見られますので、えー、ちょっとダゾーン見ながらまた生配信もやるかもしれません。まあ、これを見てる、このチャンネルを見てる方の中でダゾーンを契約してる方は、まだあんまりいないという感じなので、ただ僕がただただ喋るだけの配信になるかもしれませんけど、質問とかには答えていきたいと思いますので、そちらも楽しみにしておいてください。僕の Twitter もフォローしてチェックしておいてください。はい、最後まで見てくださってありがとうございました。えー、何度も言ってますが、チャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。それでは、また次回。 せのなら。